忙しい人生を選んでしまいました。まあでもなんかせっかくねやりたいことが見つかったらっていうか、すいませんできることはあるならね、はい、膝下効くな、なんか、膝下がね、良くないんですよね。ね、おお、気持ちいい、うん、感じがあったんで、おお、気持ちいい。あ、こっち響きますね、腰に。むくんでますね。うーん、だいぶくない。最後の一押しで来た。軽くですけどね。いや、むくんでますね。むくんでますね。よろしくないです。よろしくないですね。いや。さっきよりは、お、本当だ、さっきみたいな、飛び上がるではないですね。
腰に来なくなりました。腰に来なくなりました。はい。左だ。大きさ曲げてもらっていいですか？ちょっとなんか、ね、左にありますね。こっちの方ができづらいです。あ、そうですね、ちょっと突っ張ります。突っ張り強くて、こっちの方が倒しやすいって感じですね、うん、ちょっと抵抗かけますので、ここからぐっと、まあ、両足がつくように戻してください。ぐっとそっとヒップを上げて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 、もうちょっと、はい、楽にします。はい、もう一回ぐーっと頑張って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 、はい、楽にします。あともう一回、はい、お願いします。ぐーっと頑張って、はい、楽にします。で、これでこっちを引きやすくなった感じですね。はい。周りも良くなりましたね。はい。ちょっと上の方にずらしていただけますか。すいません。疲れが出ますよね。大丈夫ですか？入んないですね。前こんなことなかったんですけどね。止まってますな。やっぱり以前よりももっとね、なんかや休みライブとかやったりしてる分が休めなくなってますもんね。もうオフがないです、あんまり。あ、家にいてもちょっとこれはちょっと良くないんじゃないですかね。ちょっと良くないですよね。良くないですよね。良くないですよね。ちょっと考えないという感じ。そうですね、ちょっともうちょっとオフ作らないとダメかもしれないですね。そうですよね。ちょっと目と脳がそうなんです、いっぱいいっぱいになっているので。そうなんです、そうなんです、嫌味です。あ、ちょっと寿命を縮める行為をしてるかもしれないです。なんか多分ずっとは多分できないですから。そうですね、なんかこれきっかけにして。うん、おお、効く。そこ入んないですね。入んないですもん。おほう、でももう時
時間もないので力技で。はい。ぶち込んでください。ぶち込みますね。痛いですね。伝わりづらいですけどね。言葉にならない50分まであとこんな感じですね。はい、すいません。はい、お疲れ様でした。はい、座っていただきます。はい、はい、頭に叩きますね。ちょっと失礼します。何も考えずぼーっとする時間も大事ですよ。惜しいですね。毎日ですからね。ちょっとやっぱりもうピークになっちゃってるので、リラックスできなくなっちゃってる感があるので。いやでもね、もうここが来れるようになったんで、もう大丈夫、もう安心してます。もう安心してます。大丈夫です。もう何も心配することでも行きさえすればそうそう、どうにでも助かるんで、なんとかなるんで、なんとかなるんで、もう安心してます。今までなかったからですよ。そうですね、溜まってたんですね。溜まってた。さえ、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか？いやー、来てよかった。ちょっと今日時間短かったんでね、はい、まだまだ、でもね、足がもう全然違いますよ。うん、あと、ここもね、うん、全然、ちょっともういい感じで、よかったです。はい、よかったです。まだここね、首のね、はい、時間なかったんですけども、ね、また次回ゆっくりね。そうですね。今日ちょっと足のむくみとか、そうですね、背中の硬さも強かったので、時間かかりだ、こっちまではさすがに。9ヶ月、ためておりました。目の疲れは、本当多分長期的なものなので、そうですね。もう少し普段ゆっくりする時間がないとほぐれ切ることはないかもしれないです。すいません、まあ、もう本当に必死なんで。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。哲也さんのチャンネルもありまして、概要欄の方に、載せておきますので、よろしければご覧ください。お願いします。はい。See you. See you.